さて、生放送で視聴者さんの力を借りたりしながら、なんとかすべてのポケモンに出会うことができました。ご協力ありがとうございますなんだぜ。さあ、あとはここで笛を吹くだけですね。いよいよアルセウスに会えるのか。とってもいい音色だ。翡翠の全域に響き渡るようだな。あ。か、階段。光の階段ができた。この先にアルセウスが待っているのね。準備は大丈夫か、霊夢。うん、ポケモンもバッチリだし一応レポートも書いた。さあ行くぞ、アルセウスに会いに。うわ、どこだここ。まるで宇宙のような、異空間に飛ばされたみたいね。このフィールドの感じ、沈め玉バトルかな？上から見ると結構広いな。何やら円で模様が描かれているわね。よくわからんが神々しいぜ。なんか聞こえたよ。霊夢、後ろ後ろ。は。アルセウスだ。何かを言っているみたいだけど。アルセウスフォンが反応してる。突然光り出して。沈め玉になった？さあ、最後の戦いだ。やっぱりアルセウスも沈めないといけないのか。頑張ってすべてのポケモンと出会ったのに、手荒な歓迎じゃないの。巷では邪神と言われたりもしてるからな。まあとにかく相手は神と呼ばれるポケモン。慎重に行きましょう。対抗基調にした BGM、緊張感が高まるぜ。お、この攻撃は、リアルガとほとんど同じだ。これまでの経験を総動員すれば、勝てない相手じゃなさそうだな。とりあえずこの攻撃に関しては、油断しなければ被弾しない。少しずつだけどゲージを減らせるわ。ただいつ別の攻撃が来るかわからんからな。あくまでも一発ずつ、慎重に行こう。あ、体勢が変わったぞ。なんだなんだ？うわぁ、えぐいえぐい。レーザー光線、しかも何連続で続くんだ。ちょっとでもタイミングずれたら被弾しちゃうわよ。あ、でも終わったっぽい。初見で食らわなかったのはナイスだな。そしてまたさっきの攻撃、ここまで被弾ゼロ。ワンチャンあるよこれ。ああ、避けたと思ったのに、ちょっとだけ動くのが早かったな。しかもまずい、焦って連続被弾してしまった。一発食らうとリズムが狂っちゃうよな。でもこちらも地道な積み重ねにより、アルセウスのゲージを4分の1くらい削れてる。このペースならまだなんとかいけるかもな。うわ、体が赤くなったぞ。瞬間移動？何をする気なんだ。うわ、攻撃範囲広。これ逆に近づけばいいのか。危ない危ない。もっと離れた場所にいたら覚醒で食らってたな。でも種さえ分かればむしろ攻撃チャンス。今のうちに削れー。って、消えた？空間に裂け目が。おわあ、危ねえ。なんだ今の攻撃、かっこよすぎだろ。またどっか行っちゃった。く、それか、瞬間移動したから対応が間に合わなかった。じわじわと追い詰められているな。え、今度は何？分身しただと。マジで攻撃方法が多彩すぎる。ちょっとどうすりゃいいのよこれ。どれが本物？どうやら違ったっぽいな。え、もしかして積んだ？ああ、やっぱり偽物だ。本物は構えが違う。なんかめちゃくちゃチャージしてるけど、
偽物に騙されてたせいで、多分もう手遅れだ。とりあえず連続で回避行動するしか、無理だよねー。なんとか半分は削ったが、ここでゲームオーバーだ。でも何回か挑戦していくうちに慣れてきたぞ。アルセウスのゲージあとちょっとじゃねえか。うおーおー、沈まれアルセウス。なんか初見の攻撃来たけど、もうひるまず投げ続ける。あ、ピヨったぞ。私も被弾したけど、今のうちにポケモンを。よし、バトルに持ち込めた。ここで勝てればいけそうだな。レベル75か、まあ大丈夫でしょう。おっと、アルセウス迷走。それは地味に厄介ね。ムーマージでの突破は厳しいかもしれない。ってたたりめ効かないじゃん、ノーマルタイプか。まあそれでも催眠術は打つけどね。決まった、神と呼ばれるポケモンも眠くなるんだな。早技、何が来る？神通力。結構耐えたが？眠たくなってるし、てかこっちも神通力しか攻撃通らないんだが。そうか、相手ノーマルタイプだから、おそらくメインウェポンはノーマル技。ゴーストとノーマルの対面で、神通力を打ち合うというまさかの展開ね。てかアルセウスに対してほぼ互角に渡り合ってるムーマージ強すぎだろ。ああ惜しい。マジでめちゃくちゃいい勝負してて草。神通力バトルはギリ負けてしまったか。でもあと一発よ。最後は大浦の敵討ちかっこインファイトで。オラオラオラー。やったな。喋った？これで、ついにメインストーリー全クリだな。ということで、ポケモンレジェンズアルセウス、これにて完結となります。いやー、とても楽しい冒険だったな。これまで応援してくれた視聴者さんと、すべてのポケモンたちに感謝を、本当にありがとうございました。それでは、またどこかのポケモンの世界で、お会いできることを楽しみにしています。さようなら。皆さん、最後までご視聴、ありがとうございました。この動画を見てくれた方に、おすすめの動画を貼ってみたよ。ぜひぜひ、そちらの方もチェックしてみてね。チャンネル登録も、まだの方は画面上のアイコンからできるから、どうぞよろしくお願いしますなんだぜ。それじゃあ、また別の動画でお会いしましょう。まったねー。